すごい面白いと思ったんですけど、でもそういう例えば、まあ、新しいこと、文化、まあ、経済でそういうあのそれぞれ視点がある程度明確になっていたはずなのに、結局写真では見どころは全部同じだったみたいな、 それがまあでも今はその多様性っていうふうにおっしゃったんですけど、本当に多様性になってますかね。いや、そこはまた、クエスチョンマークですよね、うん、だから建築っていろんな、あ、もちろんその空間もその2次元で捉えられるかとか写真だけで表現できるかっていうお話も今日は非常に興味深かったんですけども、要するにあのなんだろう、まああのジャーナリスティックにこう書くものっていうのはまた絵で見せるものっていうのとはまた別の視点があるかもしれないし、まあ、例えばじゃあ文化とは何かっていうようなことを一つ捉えてもいろいろあるというふうには思うんですけど、まあ、建築そのものがやっぱり非常にいろんなこう幅とか視点とかを持ってますよね。でそういったものが例えば先ほどの雑誌の一覧の中でどれだけあこの雑誌のこういう特徴がっていうことが見えるようになってるのかなっていうのは思うんですけれども、うん、やっぱりそれぞれの雑誌の得意な分野から、その雑誌ならではの視点で、まあ、その専門的な視点で、きちんと見ていく。でそれを、まあ、ティアテクチャーみたいな総合的な雑誌がありますけれども、まあ、日経ビジネスを読んでいる一般の人たちが読んでも面白さのポイントが分かるようにまた伝えていくっていうこと、専門性とそれから総合性みたいなものの、まあ、なんていうか組み合わせっていうのが、うん、まあ、そうすると重要になるんじゃないかと思いますけどね。今度は建築司法が改正されるんですけれども、それってなんかすごく面白いんですね。今度この建築司法を、前は本当にできるだけがんじがらめにしようっていう2008年の改正だったんですけど、今度は若干ですけれども発注者の責任が入ってくるんですよ。それはすごく面白いと思って、関東先生も前からおっしゃってたのが少し少し前に進んでくるんじゃないかと思われまして、でそういう改正がそのアトリエ事務所にとって、私にとってアトリエ事務所っていうのはそのすごい超作品的な天才的なというわけじゃなくて、地方で 2,3 人で住宅中心でやってるような事務所っていうのは私はアトリエ事務所というふうに呼んでるんですけれども、そういう人たちにとってどういう意味があるのか、でこれを もっとこう、ね、自分たちのこう力にすべきじゃない、こうどういうふうに読んでね自分たちのためにしていったらいいのか、それから発注者もそれ考えなきゃいけないんじゃないかっていうようなところに持っていきたいと思って、でそういう難しい話をこうそれ 2,3 人でやってる設計事務所にどうやってこうエンパワーメントするのかっていうのを今、うん、テーマにしております。でだから来年は設計契約の仕方とかですね、うん、設計料の取り方とか、なんかそんなのをやっていきたいな、アトリエ事務所と設計料とか、なんかそのことをやっていきたいと思います。それがまあ強いては国民市民のためになるんじゃないかと思っております。食べ物を用意されてきたと、他に、どなたかまだ発言されたか、ちょっとこれ聞いておきたいということがございましたが、あ、別の話で、はい、少子高齢化とか少子の話と、あと、まあ、右肩上がりからもう右肩上がりって話があったんですけど、外を向けるとやっぱり海外ね、それやっぱり日本の良さをやっぱりアピールするっていうのも、それもすごく重要な話にしたと思うんですけど、まあ、今日来られてる方がその海外にそのやっぱり記事をねなんか展開されようとされてるのか、まあ、その時にやっぱり日本の良さをね出してもらえると、非常にそれもは逆にそのシュリンクする日本じゃなくて外から引きつけるものになると思うんで、それもちょっと伺いたいなっていうふうに思うんですよね。アーキテクチャーも違う感じでやってまして、今現在進行形でいうと、どちらかというとコンストラクションって建設系の雑誌があるんですから、それはもうアジアで英語版、ベトナム語版、インドネシア語版っていうのを優勝ということで、今まさに今年から来年のプロジェクトを進めてます。それも単純に今マーケット自体がやはり日本は
技術はたくさん蓄積されてきたんだけども、それを生かす場がないということで、アジアに展開して役に立とうと。で、我々はそれを後押ししようということで、そういったことを進めています。建築もありましたね。アジア、建築アジア会議とか前に、皆さん、あれ全然違うんじゃん。ちょっと私は分からないですけど、そんな。建築について言うと、正直言いますと、やはり、なんて言うんでしょうね、読者の皆さんが、本気で海外に関心を持っていてくれると、もうちょっとこちらは動きやすいなというのがありましたね。例えばその、今オリンピックに向けて、一時期海外にこう意識を向いていたのが、国内にしか の比率が高くなったものですから、ちょっと海外の意識が少なったので、メディアとしてはまあ非常にやりにくい状況がありますね。その辺がこう変わってくると、もうちょっと動きやすくなるかなと思います。日本の建築家の中でも、まあ、例えば伊藤豊さんとか瀬島和代さんとか、はい、ああいう建築家の活動というのは世界レベルで知られてるし、それがその世界中の雑誌でも取り上げられていて、その世界の中でこの建築家が今上の方にいると か, なんかそういうランキングっていうか、まあ、そういったものもパッと思い浮かんだりするんですけど、そうじゃない日本の、まあ、例えば竹中工務店とか、それ全日本の設計部がやった仕事とかあるいは組織設計事務所がやった仕事とかっていうのが、世界的に見てどういう評価を受けるようなものなんだろうっていうのは実は分かんないままなんですよね。そういったものが本当分かるようなそのグローバルな建築雑誌ができるといいなと思うんですけど、それはなかなかないと思うんですよね。残念ながらあるといいと思います。ぜひ一緒に作れたらいいと思いますよね。なるほど、そうですね。他に皆さん、はい、どうぞ。なんかちょっと違うなと思ってね、何が違うのかってずっと考えてたんですけども、日本にはね、その共通のそのなんていうかな、職能は違ってもね、社会に対する共通の価値観っていうのは非常に少ないと思うんですよね。で、まあイギリスなんかはね、そこら辺がちょっとだいぶ違ってて、その建築建物そのもの、まあ、街並みもそうですけど、それはそれぞれ持ち物をお金出した人、建てた人は自分のものだと思ってますけど、基本的な社会、もちろん例外がありますよ。だけど多くの、みんなの感覚はですね、その社会は自分たち、いわゆる建物、街並みはね、その自分たちの社会のソーシャルアセットだっていう感覚があるわけですよ。だからその例えば、まあ、景観についても街並みについても一般の人も関心を持ってるし、それから古いもの、歴史的なもの、やっぱりこれなくすことは嫌だというふうに思うわけですよね。だからその単純に弱くなってきたからって壊れそうだからっていうことで判断したら、イギリスの建築家って全部壊されちゃうんですよね。で、彼らは壊さないのはやっぱりそこに歴史があり、その伝統があり、だからそれは補強してやっていこうとかですね、そういうものを持って今、どんどんとか、そうどんどんだけじゃなくてよって街ってかなりできてるんですね。ですから建築のメディアのにもね、そういう視点をねやっぱりこう置いてですね、なんかこう発信していただくとですね、すぐにわからないにしても今変わっていくんじゃないかというふうに思うんですね。認識は共有してると思いますよ。それでは、そうじゃなくて一般の人たちに対してね、そういうふうにこう、そういうことを理解してもらえるようにね、そういう形で発信していく。なんか日本はなんかみんな自分たちのだから街並みについてもね、例えばそうするとそのなんていうか自分のところが痛みつけられるから反対するとかですね、なんか全部自分の個人の価値観に置き換えてやっちゃいますよね。で、自分と関係ないときには一見その全体の社会のためにっていうようなことを、まあ題目としては理解したような感じがするけども、現実にはそういう形で動いてないっていうか、メディアの話じゃないんですけどね、それはね。だけどメディアの方たちにはやっぱりそういう人たちで、そういう価値観、共通の価値観を一般の人たちにね、そうつなげていくようなね、なんかそういう発信の仕方だとね、やっぱりいつか
変わっていくんじゃないかっていう気がするんですね。まあ、昔ゼネコンは物を残すには100年建築で上辺すればいいって発信、まあ、20世紀の終わり頃やってましたけど、病気にしてもやっぱり建て替えるっていう、こうオーナーの意思が一つあればね、どんなもんでも、まあ、壊れちゃうわけですよね。まあ、東京プリンスの赤坂プリンスもそうというでしょうけど、それじゃなくて、あそこにやっぱりあの時代にああいうのが渡辺さんに建て替えたのだとかっていう、でそれはやっぱり一つの文化だし残しておこうということがあれば、別の、まあ、経済とマッチした形でもね、別の形があったんじゃないかと思いますよね。だからそういうふうにいつかみんなが共通 の、 その建築、街並み、都市というのは自分たちの共通のソーシャルアセットだっていうね、なんかそれが基本にあればだいぶそこにあって、それでみんながそれぞれ考えていくといいんじゃないかと。ですからさっきの俺たちの言った建築夢希望っていうのは、でもやっぱりそういうふうにしていきたいなっていう、一般の人たちと共通する価値観としてね、そんなふうに僕はちょっと思って聞いてたんですけど、それはでも僕が言ってる間には実現しなくて、うん、やっぱり郷土への愛とか311見てても、郷土であって結局社会での共感っていうことじゃないんだよね、うん、その社会でがそう あるべきだっていうのは実によくわかるんだけれども、郷土に対する 愛着であり、決してそれがね、社会としてイギリスの社会みたいに、あるいはオランダの土地私有制じゃないところでああいうものができているとか、そういうところになんかちょっと我が国の特異性があって、住宅問題でもなんでみんな一個一個別々に作るんだと、カーンが日本に来てペンシルビル のスリットとスリットの間から通ってくる光が美しいねっつって、とんでもないその皮肉を言われて帰られちゃったっていう話を聞いてるんですけれども、ああいうものが 2,3 とまとまればエレベーターだって一本化できるし、避難階段も一本化できるんだけど、なぜあんなものを日本人は作っちゃうんだろう。で再開発して4棟も5棟もこまごまとして一戸建てにしちゃう、あの精神というのは何なんだろうというと、僕は相当悲観的ですね、そういう見方は。もっと大きな、もう荒々しく夢と希望をどっかで突っ切っていくパワーがないと出てこないんだけど、まあ、そうだとは思うんですけど、例えばオリンピックでもやっぱり今昨今 の日本の混乱というのは、うん、イギリスに比べるとね、イギリスはやっぱり、うん、要するにその社会のアセットとしてオリンピックを利用しようっていうはっきりした命題があったわけですよね。だから東の方にああいうところに作って、そうそう、だけど僕らさ、審査委員長の安藤一人雑誌の方に引っ張り出せないじゃない。そうですね、うん、オフィシャルにも専門誌でもそこに問題があると思うよ。首に縄つけてもあるの引っ張り出さなきゃいけないんだよ僕はそう思ってます個人のあれもあるでしょうけど、まあ、でもそこにその、100年先のねあれとして、本当にそれがあそこに競技場を作ることが、そのみんなのね利益にかなうのかっていう観点のね、いろんなもっとこう きちっとあればね、まあ、構造の話とかいろいろあると思いますけど、それがそういう議論が全然こうないですよね。だってそれは安倍総理だってさ、うん、もう福島は解決済みだなんてあんなこと全然解決しないじゃない。で、あと6年後に確実にオリンピックやることになっているのに競技場だってあのままでさ、難しいと思うな。難しいけど、まあそういうこうなんとなくやっていっちゃうんだよね。もう目標を置いていかないと夢がないですよね。はい。